いられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。これじゃまともに進めねえ。あとカイロをぶっ飛ばすのはこの俺だ。こいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。邪魔をしやがったら承知しねえぞ。行くぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。できてんだろうな。うせ、お前こそ俺の邪魔するな。おい、ビッグマン、どの力思い知らせてやるな。計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと
俺はもう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが俺に立てつくんじゃねえ。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。最悪の世代だった。笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカめ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。